ちは。今回は時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、第1話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。やっと1話見たけどめっちゃ好みだわ。大当たり、こういうのでいいんだよの王道ラブコメ万歳。そういう意味でお話は正しく B 級グルメ的なのに、やたら作画に力入ってんのな。オープニングが情報量多すぎで度肝抜かれた。ただのラブコメになんでこんなに気合入ってんの。一体何を見せられてるんだろう。毎週視聴することが確定しました。エンディングまさかの学園天国で草。毎回エンディングを変えるみたい。マジかよアロタ。普通に可愛い。銀髪なロシデレっていいじゃないか。学園天国を聞くとお前は結果がどっちでも勉強しねえだろと思う。正統派ラブコメって感じ。エンディング学園天国懐かしすぎて笑った。アーリャさん、1次元にも3次元にも嫉妬してて完全に嫁。ロリがアーリャさんなのかどうなのかもポイントっぽいね。金髪と銀や白は時間が経って変わる場合もあるだろうし。オープニングの作画良すぎて笑った。慣れた手つきで2杯を吐かせられるこいつは何なの。幼なじみとそういうプレイしてたの。自分で着用して楽しんでるの。黒髪の子も可愛い。放送開始が遅れただけあって作画は大丈夫そうだな。設定は出落ちっぽいけどヒロインは悪くなかった。これはなかなか神アニメなのでは。視聴継続決定だな。妹ちゃんとの関係はアーリャさんとで何話やってからかな。全体としては多分ハーレムだと思うが、アーリャさんはタイトルにもなってくくらいだし。バレバレ塩対応の演出といい、学園エロゲっぽい男友達のキャラ配置といい、なんか10年代のラブコメラノベ感。カメラアングルは最近珍しいほどあざといな。キャラデザは申し分ないし、内容はマーカもなく負荷もなくで割と楽しみなアニメ。始まる前から逆風吹きまくってるけど頑張ってほしいな。アーリャが可愛いからストーリーとかどうでもよい。最終話まで見続けるよ。アーリャの美術よ。夏に学園天国ってウォーターボーイズ思い出すな。日本語でも出れとるやん。ロシア語にとっさに返事とかしてしまってバレたりしないんだろうか。あと顔の表情とかで、あれもしかしてこいつロシア語わかってるんじゃとか思わんのかな。桃子先生のキャラエスコ、ついに放映してしまった。どうする気だ。何か問題なんて存在しないのに、問題があるようにしたいやつがいるように感じる。良い日本語を教えてやろう。それはそれ、これはこれ。オープニングは江端さんっぽい動きだね。久々な感じ。円盤買おうかな。作画良かったね。アーリャさんも可愛いし、パンチラもあって最高じゃん。うら、スミペのためのアニメ。スミペ専用で草。作画すごくて笑った。キャラを資するアニメは全部この水準で作画してほしいよな。要するにイケメンが美少女とイチャイチャするアニメやんな。原作読んでたから想像できてたけど、ニヤニヤが止まらんな。エンディングって毎回変わるパターンか。キャラデザ最高で視聴決定だわ。力尽きないことを祈る。見るしかない。ロシアもスミペアニメ。いい出来じゃないか、いい出来じゃないか。決めた、原作買おう。来週のカバーエンディングなんやろ。決めた、真剣にこの作品と向き合うよ。学園天国は代わりに女の子の隣の席になりたいよって歌だから、本編で隣同士なのをイメージした選曲かな。一回トライカチューシャ歌うか。エンディング古いなぁと思ったけど、アーリャさんが可愛いのでよしとする。漫画の CM の頃から存在は知ってたけど、野郎が実はロシア語わかるってのはいい設定だな。オープニング見るに、野郎は平凡なのになぜかモテる地位と持ち系だったりするのだろうか。見たわ、くっそ可愛いな。姉妹と三角関係とか、ユキとアーリャの三角関係とかあるの。2回見た。もう1回ぐらい見れる。アーリャさん、自分のデレ発言がことごとくほぐされてると知ったら、恥ずかしさに引きこもりそう。これが面白いんやろ。何か久しぶりのラノベ原作、王道ラブコメアニメでよかった。
最近少なくなってるからな。生徒を腹ぶこめって感じでええやん。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんが、時々ボソッとロシア語で出れると可愛いだけだった。マサーチカとアーリャちゃんの関係性いいな。さっさと結ばれろ。ラノベアニメでロシア語を覚えましたってなるかもしれねえ。なんかこう、満足度の高い1話だったな。アバンでミラーシカを聞けただけじゃなく、足フェチドスケベ男も見れたな。僕も足フェチドスケベ男な部分があるから、ソックス替えのシーンでくすぐられてしまった。アーリャさんだけじゃなくて他の子も可愛くて楽しめそうだな。オープニングの映像が好き。睡眠時間削ってまでアニメ見て、グッ、アリア、ソデは私に刺さる。まあ、アーリアを見るためだからよし。足フェチがめっちゃ喜びそうだな。靴下シーン、見られて赤面するアーリア可愛い。数年前本屋で見つけてよかった。1話が予想以上に面白かった。ロシア語で出れるアーリアが本当に可愛い。作画もいい。そして上坂すみれさん、ロシア語を専攻していただけに、本当に発音が綺麗で、デレステのアーニャも演じているだけに、本当可愛いすぎるよ。室田さんキャラデザ、作感もあり、予想以上に作画が良いというか、アーニャちゃん可愛い、スミテのロシア語も可愛すぎてやばい。ロシア語勉強したくなるぐらい可愛い。足フェチにも優しい作品だけど、もちろん胸もこれから期待してる。今期の1話ではぶっちぎり最高だった。ヒロイン可愛いからって理由で見てみたけど、当たりだった。アーリャ可愛すぎるし、幼馴染も可愛いし、アーリャのお姉ちゃんも可愛い。ロシア人だからスミテだったりして、って思ってたらスミテだったし、ロシア語話せるスミテだからこそ、余計にアーリャのロシア語デレが可愛い。これが英語や中国語や韓国語やスペイン語だと、相手が聞き取れてしまう可能性がゼロではないからな。ロシア語ならば、通じる相手がいたら、かなりのレアケースだよな。はじめから主人公か近くで草、何でもまた冴えない、取り柄の一つもない男に惚れるヒロインなのかと思ってたら、クゼは一味違うみたい。ロシア語を理解するスペックを積んでて、しかもアーリャはそれを知らないという切り札持ち、煽ってるつもりでバレバレなのが、今のところは絶妙に面白い。コテコテだけど主人公に不快感がないのはまる。それだけで全然違う。中身にどうバリエーションをつけてくるのかはさておき、フェチもデレも高品質で、思わず口角が上がった。素直に見れているうちは余計なこと考えずに楽しんでいきたい。主人公がイケメンたす社交性あり、クラスの1位、2軍っぽいのと仲良いのって珍しいな。ラノベって作中で理由あれど冴えない主が過度にモテてて、違和感あるのが多いイメージだから好感。アーリャをいかに可愛く描けるかにかかってると思うが、作画や他キャラとの相互作用を考えるに大丈夫そう。アーリャさんって子は恥ずかしがったりからかいたいとき、ロシア語になっちゃう感じなのね。こういう可愛らしい子はいいかもね。エンディング曲ずいぶん古い歌だけど、こういうエンディングだと内容も平和で楽しいんだろうなって実感するし合いそう。いや、最高すぎる。もともと漫画を少しだけ読んでたんですけど、アニメはアニメで本当に綺麗で最高。いつロシア語で出れるのかドキドキしますね。エンディングが学園天国なのも最高すぎる。来週は何の曲なのか楽しみ。エンディングが毎回変わるアニメは神アニメ。アーリャさん、1話から可愛さ全開すぎて最高かな。致死量の可愛いを与えられて死亡だよ。あと疑い赤面してるの可愛いな。ロシア語の翻訳が字幕で出るの、余計に可愛さ増してしんどいぞ。靴下履かせてあげる流れ完璧だな。アーリャさんのサービスシーン盛りだくさん、ありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。さまざまな考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた
次回の動画でお会いしましょう。